どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルは、どんな方でもこのちっちゃいウクレレで皆さんの好きな曲、弾いて歌う弾き語りができちゃいますよということで、毎日毎日モリモリですね、レッスン動画公開しております。今日も張り切ってやっていきましょう。今日取り上げたい曲は、ソウルフルでメローなもう名曲中の名曲。はい、こちら。明日が来るなら、ジュジュ with ジェイドさん。あのもうね、やばい曲です。明日が来るなら、もうこれはもうね、もうほんとね、めちゃくちゃこう、ぐっとくる曲なんですよ。はい。ウクレレ一本でこれ奏でるっていうこの美しさ。もうすごいですよ。スケール。こんなちっちゃいウクレレなのにスケールでっかくいきますからですね。はい。取り組んでいきましょう。さあ、本日はですね、Gラボのこのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこちら初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレはですね、Amazon で即時ゲットできるようになってますから、ちょっとね、Amazon に行って、初めてウクレレ検索してみてくださいね。はい。そしたらですね、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンです。まずは最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。簡単アレンジにしてますからね、ゆっくりやったらできると思います。ただし歌はめっちゃ難しいですよ。もうやっぱりね、このソウルフルなこのナチュラル歌のこのなんつーのかな、まあ、それは掴んで聞き込んで、トライしてみてください。はい、後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンはもうね、リズムが16ビートのファンキービートですからね、シンコペーションももうめっちゃギンギンに入ってきてですね、かなりかっこいいことになっておりますが、奥は深いですよ。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。はい、今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分で大好きな曲聴くだけじゃなくて自分で弾けるようになるわけですからですね、ぜひ皆さんこれをガズレレを機にですね、音楽始めてみてください。さあ、それでは早速レッスン入っていきましょう。明日が来るならガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみる。 は言わないでおくよ。
生の明日が来るならジュジュウィズジェイドさん、この名曲もうスケールでっかいですね。ラブソングなんですけども切ないけれどもですね、こう歌声とかこのメロディーラインがもうかっこいいの、もうソウルフルなんですよね。もうとにかくこの歌の雰囲気はですね、やっぱこれは相当まあ聞き込みが必要というか、あの言葉の中にリズムが入ってますから、この辺がですねかっこよく回り奥が深いところ、ぜひ皆さんじっくり聞いてやってみてください。で今のアレンジは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。ほんといいとこ取りのね、キュッとこうコンパクトにまとめたウクレレで、あの弾くにあのちょうどいいところをまとめていますので、まずはこのガゼレレアレンジバージョンで練習してみてください。ガズレレのね、あの動画にはカストコードが出てますから、それ見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの今やった簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできたら、もう これでも結構 すごいと思いますけどね、あのいいと思いますよ。これまずガズさんの簡単バージョンと一緒にできた方おめでとうございます。はい、そこまで目指してやってみてください。でその次のステップがあります。その次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですけど、でもそうは言ってもね、カストコード全部丸暗記するのってやっぱり難しいでしょうか。まずはですね、楽譜を見ながらあの練習するのがいいと思います。楽譜を見て何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、夕日に向かって夜空に向かってこの曲歌う、素敵だと思いますよというふうに思うんですけど、楽譜って今どこにあるのよという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、はい、こちらのガズの手書きのノート、これをですね見ながら今演奏していったんですね。もうちょっとしたらこんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、あの答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、あのこれかなり濃厚です。でね、あの16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。明日が来るならジュジュウィズジェイドさんです。ショートカットアレンジバージョン見ていきましょう。これこういう風にね下にくるっと囲ってるコードはかっこいいバージョンではこのコードを使えますよということで、ね、簡単バージョンは上の段やりました。下に書いてあるコードはかっこいいバージョンですよと。で、ここら辺もいろいろ伸ばすとかこういろいろ書いてあります。コードも変わってきますよということですね。で、これゆっくりやってもワンブロックコード2個入ってるんで結構忙しいかなというふうに思うんですけど、まあともあれやっぱり歌のね、歌をこれ覚えるのがやっぱり一番の課題かなというふうに思いますけれども、はい。こんな風に写しておくので、皆さん一時停止で書いていってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってるこのガズのノート楽譜のデジタルデータ、そのものをね、お手元にダウンロードしていただいてご活用していただくのもめっちゃ有効です。ガズのノートの特徴をちょっと言ってきますと、この V の字とこれ、歌詞の上にこの V とか点がついてるじゃないですか。これでテンポがわかるんですよ。さよなら、さよからね、この A マイナー始まる。さよなら、うん、は言わないでおくよ。はい、ここの E のとこで F になるみたいな感じですね。これがめちゃくちゃわかりやすいんですよ。あとは歌詞カードには載ってないこの、ね、伸ばすところ、こういうのね、これがかなり参考になります。もうヒントがたっぷり詰まったガズレレノート楽譜なんですけど、はい。ぜひガズクラブでこのデータ、デジタルデータのね、ダウンロードもご活用していただきたいんですけど、お時間の方はこんな風に写しとくので、一時停止で書いていってください。まずは、イントロと1番と1回目のサビ。はい。
これでいきましょう。で、ここちょっと2行にまたいでるんですけど、これ繰り返しのとこの要は2回目で出てくるサビの時にこの Forever More という英語が入ります。で、これ1回目と3回目はいつでもですね。はい、これちょっとまあやってもらったらわかると思うね。はい、で、これサビは繰り返すよということです。はい、一時停止で書いていてください。はい、いいかな。で、ここ。で、これが、これだから、A パート、B パート、C パート、どんどん展開していくんでね、とりあえず、2番、3番というふうにもう書きました。どん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 ね、歌のメロディーがね、展開していくんですよ。ね、この、ここら辺の歌も難しいですよ。しっかり聴いてくださいね。はい。で、あ、そうだ、ちょっと言い忘れてましたけど、ここの矢印マーク。今日これがかっこいいバージョンではかなりね、ポイントになります。シンコペーションで、リズムがどんと食い込む。ほとんどこれ入ってきてるんですけどね。はい。じゃあこれ、2番と3番というか、こんな風に書いております。で、ここ見てもらうと分かる。ここ。ここまで行ったら、サビ、2回繰り返します。で、サビはここだから、で、2回目の繰り返してサビのところで、ここ、最後、フォーエバーモアをやって、最後またここサビ繰り返したら、もう一回いつでもやって、で、最後のエンディング、ここです。さようならは言わないでおくよって、ちょっと優しく終わっていくと。この辺もコードがちょっといろいろ変わってるんでね、かっこいいバージョンと簡単バージョン、確認しといてください。はい。かな。じゃあちょっと出てくるコード見ていきましょう。今日赤く囲ってるコードめちゃ多いね。今日今のシンプル簡単バージョンは今こっちだけです。コードすごく多いんだ今日は。はい、じゃあ簡単バージョンで出てくるコード紹介しましょう。 C と Am と F と A7 Dm D7 G7 E7 Em7 の9個のコード。わあ、たくさんあるなと思うけど、このね今映ってる9個のコードはガズレレではもう大変簡単コードの嬉しいコードなんです。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードつの一体何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつはもうめちゃめちゃ簡単だけど、 いっぺんに10個覚えようと思うとはなかなか頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄にねその動画の URL 貼っとくんで、ぜひそれで、10個のコード覚えちゃってください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、まあまあいつものことですけど、ここで歌をねしっかりこう聞き込んでですね、このメローにソウルフルに歌いたいですよね。この曲はもうしっかりこのね、覚えないとやっぱりね、この歌っつうのはなかなかうまく歌えないんで、はい、聞き込んで、気持ちよく歌えるようにしていきましょう。じゃあ、解説入ってきます。コード、かっこいいバージョンではたくさん出てきます。まず、C メジャー7、これは簡単。1弦の2フレット、これはいいですね。はい、そして F メジャー7、これがね、今日結構ね、みんな足を引っ張ると思いますよ。3弦と4弦の5フレットです。これです。1弦と2弦は開放弦。これが今日サビとかでずっと出てくるんですよ。A メロ、D メロでも。で、これがですね、この5フレットあるじゃないですか。ね、この指で押さえるのがおすすめなんですけど、ここにパッとこう、たどり着くの結構ね、訓練があります。ガンズの場合は結構パッと見ずにもなんかいけるようになるんですけど、この F メジャー7なかなかね、手強いコードでございます。はい。そして次々いっていきますと、E7 サス4。まず入門コード E7 のここの人差し指。これが E7 でしょ。これが E7 サス4です。行ったり来たりします。E7 サス4を使います。あと C サス4。一瞬ですけど出てきます。C とここ。2弦の1フレット。C と C サス4。はい。あとはですね、エンディングで出てくる、Em7-5 っていうコードが出てくるんですよ。これちょっとあんまり見慣れないコードですけど、これ覚え方があって、F のコード、F、入門コードのうちの F あるじゃないですか。この形のまま一段下げるって覚えておくといいです。ここが Em7-5 なんです。いいでしょう。こうやって覚えるといい。F の一段下げる。1弦の1フレットと3弦の2フレットだけ。はい。これ Em7-5。これが A メロでね、めちゃめちゃ1番でね、いい味出してます。はい。このコードを使っていきましょう。あとはね、かっこいいバージョンのエンディングで出てくる A サス4と A。これセットでいきましょう。まず A から。A はこことここの2個。こうです。Am と A7 一緒に押さえる感じ。で、A サス4っていうのはここの Am と Am の真下。これですね。で、これ最後エンディングでこう、A サス4から A っていう流れになるんですね。A サス4から、これで終わっていくということになります。はい。これがちょっとかっこいいバージョンでね、コード。でもまあ、コード、かっこいいバージョンでは結構コード多いんですけど、そんな難しいコードはまあ出てこないんで、いけると思います。ということでございます。じゃあ出てくるリズム。今日これが大事。このリズムはやっぱりね、この曲はやっぱりもうね、もうリズムなんですよ。はい。出てくるリズム、こちら。16ビートのチャト。
アルペジオですね。で、これ、まあ、この曲聴いてもらったら分かるけど、すごいファンキービートなんですよ、やっぱり。もうリズム&ブルースというかですね、もうソウルフルな、かっこいいビート。これ、跳ねてるリズムですね。かっこいいファンキービートでいきたいと思います。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってある、ウクレレできるリズムのいろいろというところに URL が、あってですね、そこにジャンプしてもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画に、たどり着くんでですね、じっくり見てもらいたいんですけど、まず今日16ベイトのチャがやっぱり、メインなんですけど、シンコペーションが今日すごい入ってくるんですよ。ちょっとこの後解説していきますけど、まずはちょっとイントロからどんどん解説していきましょう。イントロはですね、アルペジオです。コードがどんどん変わってきます。はい、こんな感じ。 F メジャー7とか C メジャー7出てきます。でん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 、アルペジオ、でんでんC メジャー7。ねえ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 。いいでしょ？はい。こんな感じで淡々といきます。で、これはね、説明なしで大丈夫だと思います。コードが変わってるんで、そこだけね、ちょっと頑張って F メジャー7。この F メジャー7をね、こう、見ないとちょっと抑えづらいかな。最初はやっぱりね、僕もやっぱ見てますけどね。はい。で、A メロ入っていきます。で、ここで、ちょっとさっき出てきた Em75 のおしゃれなコードが出てきます。さようなら。は言わないでおくよ、だってここ目を閉じるたびに打つ。この歌のメロディーが結構覚えると大変だと思いますよ。なんかこう流れているんだけど、こう掴めそうで掴めない、このね、いい感じのメロディーがですね、ここがキュンとするんだよな。まあ、聞き込んでちょっと歌マスターしていってください。で、サビですね。で、こっから今日これ、サビのコード進行なんですけど、F メジャー7、G7、Am で、この Am のとこもシンコペーションマークあるじゃないですか。今日はね、これ結構すごいことになってます。ちょっとここやってみます。足板が来るなら、せーの、3。足板が来るなら、こんな感じですね。どんどんじゃ、ポンどんどん、チャカタカ、どんどんじゃ、ポンどんどん。これシンコペーションって言ってリズムがズコンと前に食い込んでるリズムなんですけど、16ビートのシンコペーションは2種類あって、ちっちゃいシンコペーションと大きいシンコペーションっていう風に言ってるんですけど、ガズレレではね。これはね、大きいシンコペーションです。ダウンで次のコードに入ります。ドーンドダウン、こうでしょ。ドーンドダウンでしょ。はい。Am のとこもこう2つこんな風に書いてあるということで。ちょっとここを練習しましょう。せーの。ダウンダス、ダウンダンダ、チャカタタダウンダチ。繰り返します。チャカタタダウンダチ。こういうリズムなんですね。これが今日結構出てきます。でね、ちょっとね、この、ここじゃないリズムで、ちょっとね、サビのところ、一番のサビやってみますね。明日が来るなら、何もいらないよ、ただ君。この、ただ君だけに言うと、この C メジャーセブンのところは、今のシンコペーションじゃないんですよ。ドンスク、タカツ、タスタスタ、タカタカ。ここは普通の16ビートのチャなんです。ここの使い分けですね。ちょっともう一回。シータカ、ブルーナ、ドン。何もいらないよ、だだ。ここはドンスク、タカツ、タスタスタ、タカタカ。普通の16ビート。はい。笑ってて欲しいから、ここも、モンタカタカタタスタスタタカタ。こんな感じで最後のワンブロックだけは通常の16ビートのチャになるという、そんな感じの、このリズムの切り替えが結構ありますということでございます。で、このリズムが結構この後は続くんですよね。言わないでよ、まだもっと。ここの歌も難しいですよ。言わないでよ、まだもっと。君に触れてたいよ。口にしたら何か終われそう。ここ難しい。ここのリズムのね、歌のリズムはちょっとかなりね、ガズさんもですね、聞き込んだっていうか、こうリズムに乗りながら歌わないで。言わないでよ、まだもっと。ここすごい難しいんですよ。いや、ふんわり行きたいんですけど、ガチャガチャしないように行きたいですね。この曲の16ビートのチャはね、結構このふんわりやっぱ跳ねた感じの、ガチャガチャしない感じがいいじゃないですか。どうすか、パッパンドン。この辺、シンコペーション入ってるけど、あんまりこう、大行な感じじゃなくて、こう、流れるように、ちょっと取り組みたいなということですね。それで、ここちょっと続けていきましょうか。もう一回、せーの。言わないでよ、まだもっと、君に触れてたいよ。口にしたら、何か、こう、C サス4から C で、つないでる。手のぬくもりだけ確かめて、ここで伸ばす。なんだかチャカチャカダーンって伸ばす。で、こっからまた今度は次のメロディーです。止まらない。ここはリズムは一緒ですからね。止
まらない運が通過。ここもちょっとね、あ、その後二人ひ、ここも16ビートのチャ、はい、あのサビと同じようにこの C メジャー7のところも通常のリズム、シンコペーションじゃないリズムになりますね。はい、そしてこの後歌も難しい。もっと聴いてたいよ、ずっと抱きしめてたいよ、タイムスリップ。すごいよねこれ、どんどんこのボーカルラインが変わって畳みかけてきますからね。でもリズムは基本的には淡々とこう繰り返し、歌でどんどん展開していくっていうのがこういうね、あの R&B というかソウルフルな曲のこう結構ポイントだと思います。で、サビ2回繰り返していくんですけど、最後、またあの、イントロっていうか、A メロの1番みたいなのと戻るんですよね。サビの一番最後のとこやってみる。舌が振るなら何もいらない、ただ君だけに笑ってて欲しいからいつでも。ここ。愛はないでおくよ。で A サス4から A で終わる。ここの最後のいいですよ。ちょっと明るくふわーってなる感じ、ふんわりする感じ。ここでこのコードがまた変わってくるよということで、説明終わりなんですけど、やっぱこのここですね。このね、シンコペーション、大きいシンコペーションでリズムがどんどん速くなっていっちゃわないでね、ここのリズムがものにできたらすごいと思います。あとはもちろんですけど、この歌詞の内容とか、ミュージックビデオのあの映像とかをね、こう、なんかこう頭の中でシンクロさせて、やっぱこう一つの形をイメージしながらやっぱ奏でていく。これが大事だと思います。やっぱりあの歌はね、感情表現ですから、感情たっぷりに奏でていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。ジュジュウィズ・ジェイドさん、明日が来るならガズレレるかっこいいバージョン、やってみる来るなら、ジュジュウィズジェイドさんのこのおしゃれでソウルフルでファンキーな名曲、これこのちっちゃいウクレレでね、あの雄大な世界観が表現できるなんてすごいなと思います。やっぱりなんつったってこのドーンドツッパーンドンドチャカタカトン
こう気持ちがいいグルーブものにできたらこれは気持ちがいい。まあまあまあじっくり取り組んでいきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときは、ここのね、楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さん、チェックよろしくお願いします。それと、ガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども。でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そして、ガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひ、このバナー、ガズレレ公式ホームページにある、このバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報など、いろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。